来たね。さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうもラでございます。なんか喉の調子が、ということで今回もスマホ版にアンコライセンスを本番化の方でやっていこうかなと思います。で、今日はねちょっと喉の HP がもうないんで、もう早速本題に入ろうかなと思うんですけど、今回の動画なんですけど、はい、こちらでございます。今回は再びこちらの、コラボガチャでございますね。メタルスラックの、コラボガチャの方回していこうかなと思います。確定の方も来ましたのでね、今回はちょっと11連回していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。喉か。よし、じゃあ早速回していきましょうか。まあ言うてもね、今回11連しか回せないんですけれども、まあその11連で、狙いであるねソルデロカでございます。毎回名前間違えるんですけど、まあこいつだったりとか、あとはあれですね、ヤドカリちゃんだよ、ヤドカリちゃん。前ザリガニとか言ったけどヤドカリですよね。ヒュージハーミットでございます。この2体かな。あ、あとジュピターキングだ。ジュピターキングも欲しいから、まあこの3体のどれかが来て欲しいかなっていう感じですね。で、前回単発で回した時はハイドゥと、あとモーゲン、モーデン元帥でね、この2体が出たんで、まあ、今回はそのね3体が出てきてくれればなと思います。で、あとは激レアに関しては、あ、そうだ、このスキンヘッドおじさんはもうゲットして、で、あとあれだね、この SV001 ですね、これ確か持ってないと思います。あとレアキャラに関しても多分持ってないキャラクターが、なんだ、マルコ、ターマ、フィオとかその辺じゃない、多分持ってないと思うんで、その辺が来てくれればなと思います。よし、じゃあ早速回していきますよ。さあ11連でございます。いきまーす。はい、まあこれ終わったらもうね動画終わっちゃうんですけどねいやだから頼むぞ。あ、これは持ってるね。はい、これは持ってます。クラゲちゃんでございますね。はい、マースピープルでございます。まあでもプラス上げになるから全然いいですよ。あー、これは持ってる。あれ持ってなかったわ。あ、いや、よし、来た、マルコでございます。はい。よし、序盤からいいですね。おー、いいよ。コラボキャラはガンガン来てほしいよ。頼みますよ。プラス上げになるから。あ、来た。これも初でございますね。よし。もうこれでレアキャラ、あともう一体来れば、コンプじゃないのかな。多分コンプかなとは思うんですけどもね。いやー、何出てくる、いやー、まあ、いや。いやー、何出てくるんだろうね。最後めちゃくちゃ怖いわ。エリか。なんだ。あれ？まだレアキャラさ、できてないよね多分。でももうそろそろ終わっちゃうよね。来た。SV、001でございます。よし、来た。よし、これで激レアはコンプでございますね。でも次そろそろ終わりじゃない？じゃあ行くよ。はい。あ、まだか。あ、じゃあ次か。次だな。おー、エリは結構出てくるね。いやー、こうや、頼むぞ、行くぞ。はい、そっち、いや、ジュピターキング。よし、オッケー。てか、でかくね？めちゃくちゃでかい。めっちゃ乗ってんね。すげえ。すごい、なんか音楽聴いてんのかね。めっちゃ縦乗りでございますけど。はい、ということで、これで終わりかな？まあ、いいんじゃないの？持ってないの来たからね。これはでかいですよ。まあ、ソルデロカ欲しかったけれども、まあ、多分回さないんじゃないのかな。まあ、気が変わったらもしかしたらね、滑り込みであるかもしれませんけど、まあ、とりあえず今回はこれで切り上げましょう。じゃあ、とりあえず貯蔵庫の方行きまして、出たキャラクターを全て使っていきましょう。はい。で、そんでもって、とりあえずですね、ちょっとジュピター見ていきましょうか。せっかくだからさ、ちょっとジュピター使いましょうかね。そういえばなんだかんだで、そう、コラボキャラクター当ててからね、全く使ってないんで、ちょっとね、近々なんか使う動画やろうかなと思います。はい、これでございます。ジュピターキングでございます。性能に関しては、たまにエイリアンを吹っ飛ばして移動を遅くするっていうね、能力を持っておるわけなんです。能力を持ってるわけなんですけれども。まあいいや、とりあえず第2形態にさせていきましょうか。じゃあ行きまーす。はい。ということで、ジュピターキング。あー、そうか。第3形態あんのか。ゴールデンジュピター。ちょっと待って。これさ、これちょっと別途でやりたいかも。ちょっとせっかくだからさ、ちょっと近々あれだね。まあ、ジュピターキング含め、当たったキャラクターちょっと一気に使うか。ちょっとね、この後ね、その別の動画ぶち込もうかなと思ってるんで、ちょっとそれまで撮っときましょう。なので、とりあえずちょっとジュピターキングは一旦お預けにしましょう。とりあえずまた近々ですね。じゃあ使う動画やろうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということでどうしよう、これぐらいにしましょうか。とりあえず今回はね、喉をいたわりまして、最近喉の調子が悪いんですけども、ちょっとこの動画が終わったら蜂蜜でもね、ちょっと一気飲みしてこようかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。おまけコーナーへ続く。キャプラミツにやってる。ね、ちょっとやっていきましょう。で、今回に関しては、エリアファイナルの方でやっていこうかなと思います。もう最近はもうめんどくさくてね、もう18、19とかでね、重石の方回収してるんですけど、今回はファイナルやっていきましょう。で、一応編成はこの編成でやっていこうかなと思って、僕、
で、編成に関してはこんな感じでやってみようかなと思うんですけど、せっかくなんでね、この間第3形態にさせました。どこ行ったっけ？はい、こちらでございます。改心の猫ですね。今回使っていこうかなと思います。どうしようかな？どこに入れ替えようかな？悩むなぁ。まあでも壁2種類いるから、じゃあいっか、教師のところでいいんじゃないかな。これでとりあえずやってみましょうか。まあそこまで生産できないかなとは思うんですけど、まあどんなもんだかやってみましょう。よし！じゃあ、OK！ あ、ちょっと待って。これキャノンブレイクでいいや。よし！じゃあ早速使ってまいりましょう。ファイナル！さあ、だいぶ久々なんだけど、このステージやるのも。ちょっともう覚えてないんだけど。あれ、もう出てくるんだっけ？あれ？どうだったっけ？ちょっと待ってよ。改心の猫は、でもまだだな。ボス戦で使うから。で、そうだよ。このステージは結構悪魔がいるからね。まあ、その辺は、まあ、ニャンコーの方でなんとかね、こんな感じでとりあえず立ち打ちしてもらって。で、ボス戦は、あ、これはまだあれか。白攻撃したらボス戦が始まるパターンなの。いや、出てきたわ。じゃあここでもう改心の猫も突っ込みましょうか。よし。でもどうなんだろう、一発ぐらいは耐えて。でも結構さ、強いんだよね、一撃が。なかなか一撃が強いからね。ちょっと大丈夫かな。ちょ、改心の猫大丈夫かな。改心してる？改心してるね。あ、よし、せめて。あ、でもやっぱ強えな。なかなかこいつ、強えわ。そんでもって悪魔がちょっといろいろ来てるのがめんどくさいところなんだけど。なんか絶妙だな。これやっぱりちょっと、回避むずいな。あ、でも、オッケー。熱波向こうがいい感じになってるね。よし、オッケー。この悪魔トラップがいい感じでね、阻止されてるから、これはかなりでかいですよ。よし。さっきの何、ノックバックは多分飛脚の一撃だったよね。よし、今のうちで攻撃力段になってたけど、よし、今だ。よし、いいんじゃない。よし。まあ、さすがにこのステージは負けないとは思うんですけどもね。これで負けたらどうしよう。あ、お財布が結構きついな。ちょっと待ってよ。ちょっとお財布ダメしたいんだけれども、ちょっとカンカンが生産できないな。どうしようかな。ニャンコンだけでなんとかいけるかな。ちょっと取り負けが多い。あー、やばい。ちょっと待って、悪魔ゴリが来ちゃったよ。これがなかなかめんどくさいんだよね。悪魔がさ、いい感じで絶妙にね。これどうだろう。ちょっと、ヒロシくん、ヒロシくんじゃねえや。なんだっけ、これ、クニオくんだ。クニオくんを出そうが今悩んでるんだけど、どうしようかな。よし。飛脚が頑張ってんな、今回も。どうしよう。じゃあ、いいや。クニオくん出しようか。なんでヒロシくんになったんだろうね。全くわかんないけど。よし、今のうちだ。で、そのうちにとりあえず頑張って、せめてさ、いやー、でもまあ、耐えてるっちゃ耐えてるね。一応耐えてるんで、いや、やっぱ難しいな。ちょっと、俺には使いこなせないキャラクターかもしんないね、改心。ちょっと、難しいな。あ、でも耐えてるわ。まあ一応レベル50になってるからね。それなりにガチガチにはなってるんだけど、やっぱ難しいわ。やっぱ俺にはね、無難な西表島とかで使うのが一番かなと。やっぱこういうステージだとちょっと難しいね。いや、これをね、キャラクターを使いこなせる人はすごいなと思いますけどもね。俺にはちょっとダメみたいですね。まあいいや。まあでもなんかだいぶ攻めてるんで、そろそろ、終わりそうじゃないですかね。これゴリが邪魔ですね。悪魔ゴリがなかなか。こいつが、待って。いやー、やっぱ、待って、ドライアイが、ちょっと待って、目がすごいんだけど、ちょっと、乾燥しまくりなんだけど、やばいな。これまた目が充血してるパターンだよ。もちろん、ステージに集中しなきゃ。もう喋ってる場合じゃないよ。よし、オッケー。あー、倒れちゃったよ、もう。はい、ということで、で、活躍させられたのが全くわからないけれども、まあ、一応撃破でございます。一応これはね、やりたかったんで、やってよかったのかなと思います。はい。よし。OK。あれ、これってさ、どうなんだろう。これ一回クリアしちゃってるからさ、多分報酬、なんかもらえんのかな、これ。その辺は、そういえばこれ、2回目以降やった記憶ないからな。これ、なるほど。あー。